はい、こんにちは、なのかです。今回はどうして嫌な人がいるのっていうお話をしたいと思います。世の中ですね、見渡してですね、みんなが優しくて穏やかでほっこりした、ね、気持ちを持って愛にあふれる人ばっかりだったらどんなにいいだろうって思いますよね。で、その時に、じゃあどうしてこんな嫌な人がいるんだろうって思いますよね。で、まずですね、ちょっとこれはね、言っておきたいんですけど、自分がですね、あの人嫌な人だって思っているとしますよね。でもですね、その人からしたら、この自分もですね、嫌な人っていう場合がありますよっていうことはですね、言っておきます。人間ですね、自分が一番正しいと思ってて、その自分のね、この思考とか価値観とか物事の捉え方が基準。だから、それと違う人がいて、その人がいろんなことを言ったり行動してると、自分がですね、イラッとしたり、ムカッときたり、何なのあの人って、あの人嫌だわって思っちゃうっていうことがあるんですよね。そうやって人をジャッジするっていうことがあるわけなんです。でもそれはあくまでも自分が自分のそういう思考とか自分自身で判断しているわけで、相手からしたら同じようにこの自分のことを何なのあの人って思ってる場合も本当にありますよっていうことなんです。だから嫌な人って一言ではね、もうね、話せないんですよね。いろんなですね、嫌な人っていうパターンがあるわけなんです。そういうですね、動画も出してます。自分もあの人からしたら嫌な人かもしれませんよっていうね、そういうサムネイルがありますんでね、そちらも見ていただきたいんですけども、例えばですよ、わかりやすい例で言うとですね、コンビニの店員さんにこう、横柄な態度をとってなんかこうね、ほんとそういう口調で話してるお客さんっているじゃないですか、たまにね。その人は自分が正しいと思っちゃってるんですよ。だからそういう横柄な態度取ったって全然、いやなんでね、自分が悪いんだみたいな感じですよね。だからそういうことなんですよ。自分が本当はおかしくて良くない行動をしているのに、自分が正しいと思って自分は、嫌な人の部類じゃなくて、相手のその店員が悪いんだ、店員が嫌なやつなんだと思ってるっていう人いますよね。そういうことなんですよ。だからですね、本当に客観視、他人から見たら明らかにこの人の方がおかしいと思ってても、その人本人は何も自分がおかしいと思ってない、悪いと思ってない、嫌な人だとも思ってないわけなんですよね。みんな自分が正しいと思ってるから、果たしてあの人ね、嫌な人なんですよ、あの人変ですよねって言ってる、そのご本人が本当に普通なのかっていうのはですね、本当に関わってみないとわからないんですよね。それがちょっとですね、大前提ということで、これからはですね、一般的なですね、お話をしたいと思うんですよね。一般的にこの画像みたいに明らかにこうやって向こう側の二人みたいな人の悪口を言ったりですね、噂話で盛り上がって本当にこの負の感情で生きてる人たちがいます、世の中は。で、こっち側の人は普通にですね、人の悪口も言わずに、仕事もね、もう真面目にして、普通に暮らしてる人、どっちがね、本当に嫌な人かっていうと、向こう側の人ですよね。じゃあどうしてそういうね、向こう側の人みたいな人があちこちにいるのかっていうのはですね、それはそういう人たちと自分が出会って関わった時に、自分はじゃあどう生きるかっていうことを自分が選択するためっていうことなんです。そういう嫌な行動をしている人たちを見て、じゃあ自分はどうするって、自分はそういう生き方はするの？しないの？っていうことなんですよ。だから自分の目の前にいろんな人が現れた時に、自分をですね、顧みるっていう気づきとか学びのためにいろんな人間関係があるんですよ。出会いがあるんです。だから自分もじゃあ一緒になってその輪に入って悪口を言うのか、いや私は悪口は言わないってするのかっていうことなんですよ。どっちがいいんですかっていうことを自分がですね、判断するためにいろんなことが起きてるんです。例えばですね、ママ友のグループがあって、なんかいつもこうやって悪口言ってるグループがあって、でもね、そこになんか入らないと自分がぼっちになるみたいな、そういう状況があったとしますよね、仮に。そうすると、私ぼっちになりたくないな、一人になると惨めだな、とか思っちゃってね、自分がですよ。一人は全然惨めじゃないんだけど、そういう概念がある方がいるんで、そうやってね、一人になりたくないっていうことで、仕方なくそのグループに入って、一緒になって悪口を言おう、言っちゃった、それが習慣になって、いつの間にか悪口を言う人間に私はなってた、そういうことってあると思うんですよね。
でもですね、それをね、ずっとじゃあ続けてた時に、やっぱり、あ、これってやっぱ良くないんじゃないか。私なんか悪口あんまり本当は言いたくないんだよな。いや、この人たちとね、いないと私一人になりたくないって言ってたけど、いや、でもね、一緒にいたって全然楽しくない。ただ、墓地を回避してるだけで、心は全然ね、楽しいと思えないし、すっごくなんかどんよりしちゃうし、なんか本当ね、それこそ波動が下がってるようなね、まあその波動とか気づいてなくてもですよ、自分でなんか無意識になんかドヨーンとしてね、なんか今日もね、保護者会から帰ってきた時に、あ、なんか全然ね、もう気持ちが上がらないなって嫌な気持ちがしてるなとかありますよね。じゃあその時に、じゃあ自分がですね、それを気づくっていうことなんですよ。あ、これって本当の私じゃないなって。人生って本当の自分を見つける旅っていうね、本当ちょっとね、フレーズがあれなんですけど、まあ、そういうものなんですよね。本当の自分を、見つけていくっていうことなんですよ。この地球に降りてきて。そして自分は本当に何がしたいのか、どういう生き方をしたいのか、どういう思いで生きたいのかっていうことを気づいていくために、いろんな出来事とか人間関係があるわけなんです。だから一見すると言葉で言ったら嫌な思いをしたり辛い思いをする。本当はそれ辛いとかね、嫌じゃないんですよ。気づくために起きてるんでありがたいことなんです。でもまあ言葉で言えばですよね。まあ辛いとかなんか嫌だなって思うことが起きるからこそそこで自分が内観したり、いろいろ気づいていくってことなんですよ。今回のさっきのね、簡単な例で言えばですよ。私はこの人たちのグループに入ってて、私はどう思っているんだろうか。私ってってね、この私のこの自分のですね、本当のところを、内観して、気づいていって、あ、私はやっぱりこういう生き方をしたくないって、ちゃんとね、答えが出る。まあ、そのためにですね、出会ってるんですよ、そういう嫌な人たちと。だって嫌な人たちと出会わないと自分を内観したり、あ、こういうね、生き方がいいんだなって、いや、こういう生き方は良くなくて、こっちの方がやっぱりいいわって、それが気づかないですよね、何も起きなかったら。だから、ちゃんとそういうことが起きてくれてて、自分が判断してより良いね、この自分の心とか行動とか、生き方に変えていく、そのために出会ってるんですよ。で、今はその保護者のことね、例で言いました。皆さんはいろいろ夫婦間とかね、まあ、恋人とか、まあ、親子関係とか、いろんな人間関係において当てはめてみてください。その人たちとの、まあ、今もしね、いさかいがあったり、仲が良くなかったり、もう本当あの人ムカつくわって思ってる人がいたとしたら、それはムカつくために出会ってるわけじゃないんですよ。自分がダメージを受けるために、あの人からこんなこと言われて私はもう傷ついてとかね、あの人が私を置いてどっか行っちゃったから、私を振ったから、もう私の人生終わりましたじゃないんですよ。そこで自分を内観するっていうことなんです。ああ、こういう出来事があった。この人とこういう縁があって、いろいろあって、でも今は縁が終わった。あの人ね、何にも言ってくれなくて、いきなりね、姿消してね、連絡しても何も返事もしてくれない。あの人ひどい人だ、嫌な人だってね。嫌な人だって思っても、そうやってこう表面だけで見てたら、延々とですね、負の感情だけで、まあ、人生が辛いってなっちゃうだけなんですね。だから、そういう人が、いたときに、嫌な人とか、ひどい人って捉えるんじゃなくて、あ、この人と私は関わって、今までどういうふうにね、こう生きてたかな。そして今、私はどういうふうなことを感じてるんだろうか。そうやって内観するっていうことなんですよ。そして内観したら、じゃあその人と関わってた時の自分の、で、すべてがパーフェクトだったのか。いや、そうじゃないな。私もね、あの時はこういうふうにね、ちょっとね、カーッとなってね、文句言っちゃったなとか、あの人のことをね、自分のことをね、優先させて、ちょっと思いやりにね、かけてた時が私もあったかも、とかって、まあ、そうやってですね、自分のことを真摯に顧みて、あ、私はこういうね、ところがあったんだ。あ、じゃあ、これからはそういうところはちょっとね、見直して、まあ、ちゃんと優しくしたり、思いやりを持ってね、あんまりこう、カーッとなったり、感情的な物事をね、こう、捉えてね、こうね、ひどいことをね、言わないようにしようとか、まあ、そうやってですね、自分をいい方向に変えるために起きてることなんですよね。で、それはですね、この自分側だけが内観するとかじゃないんですよ。もちろん、相手も、相手の人生で、ね、この自分と関わって別れたわけですから、いろんなことを考えたりするわけなんですよ、人間って。
だからですね、人のね、そういう、こう、心とか人生は、もうこの自分がですね、いろいろ考えることじゃないんですよ。その人がその人の人生で、いろいろ、まあ自分を顧みたり、またね、次のいろんな出会いで、まあ今回の出会いとこう比較してね、ああ、やっぱり自分はあの時はこうだったのかもしれないな、とかね、人間っていろいろ考えるんですよ、いろんなことが起きると。だから、その自分を捨てていった人、別れた人のことをいつまでも考えなくて大丈夫なんです。自分がただ自分を内観して、ああ、じゃあこれからこういうふうに生きていこうって思えばいいだけなんですよ。だからですね、もうとにかく嫌な人がいるっていうことは、負ですよね。善悪の悪、その善悪も二つで一つなんですよ。善があれば悪もある。悪があれば善もある。この世の中、悪い人ばっかりだったら、その悪さに気づかないんですよね。で、いい人ばっかりでも、そのいいっていうのはもちろんいいことなんですけど、じゃあなんで悪があるかというと、そのいいっていうことも、それが当たり前だと、これがいいとわからないんですよね。それちょっと不思議だと思うと思うんですけど、いや、例えば、ずっと幸せだったら、この幸せのありがたみがわからないんですよ。樽を知るっていうね、言葉がありますけど、自分にあるもの、もうすでに持ってて、本当にありがたいものを、それがありがたいってもう感じられてないっていうことがあるんですよね。樽を知らないっていうことになっちゃってるんです。例えば、目が見えて、耳が聞こえて、で、普通に歩ける、外にも出れる、水道が出る、電気がつく。それってですね、本当にありがたいことなんですよね。でもそれがですね、日常だとどうですか？皆さん一回一回、あ、私目が見えててありがたい。あ、今こうやって喋れて、ね、人に何か伝えることができて、助かってるとか、あ、水道が今日も出て本当にありがたい。感謝だ、なんて。一回一回、今日一日のうちで感謝をしてますかってことなんですよ。樽を知ってますかってことなんですよ。だからそういうことなんですよ。本当にありがたくて、自分にとって幸せなことを、それが当たり前だと気づかないんですよ。だから時々何か災害が起きて、電気が止まった、水道が止まったら、ああ、もう途端にですね、もう大変だってなって、ああ、水道が出てたことがどれだけね、ありがたかったか。もうそうやってみんななりますよね。だからそれなんですよ。自分にとって嫌なこと、困ったことが起きたからこそ、普段のありがたみがわかるっていうことなんです。だから自分にとっていいことと良くないことがセットでないとですね、自分の本当の幸せとか、本当にね、こういうふうに生きた方がいいっていうことがわからないんですよ。そうじゃないですか。樽を知ってますか。毎日毎日感謝されてますか、皆さん。ありがたい、ありがたいと思ってますか、自分の状況に。多分ですね、ないと思いますよ。そういうね、自分にあるものはもう当たり前だから全く見てない。災害が起こるまでは全く気づかない。災害が起きた時だけ大騒ぎする。あ、どうしようってね。まあ、ついね、少し前のね、なんか米騒動みたいなね。あ、お米がーってなって、もう普段はね、もうちょっと安かったのに高くなっちゃったとかね。いや、お米が買えない、どうしようなんて。普段は、全然意識してない、ものすごくありがたいこと、普通に手に入ってることを、普段は見てないんですよ。だから何かが起きたからこそ、そのありがたさにわかるっていうことなんです。だからですね、人生はいろんなことが起きるんですよ。だって起きないと自分が気づきとか学びがないからなんです。だからその一つで人間関係もあるんですよ。いろんな人と関わることで自分を内観して、自分の生き方をいろいろね、真摯に顧みて、もうよりよくですね、心が軽くなって楽になって、ああ、もう本当に今日も楽しかった、幸せだったってなるね、そういう人生になるために、心を変えるために、少しでもね、変えられるために、いろんな出来事が起きて、そういうのがもう何回も繰り返されると、本当にですね、もうブレない心になって、何が大切かが本当に分かってくるんですよね。本当に分かるんですよ。そういう経験をずっとするから。だからそういう経験がないとですね、何も気づかないんですよ。本当に幸せボケというかね、何にも起きなかったら、これが本当に幸せなのかがわからないんですよ。だからいろんな出来事が起きて、ああ、そうだったんだってこう、噛み締めるっていうことなんですよ。ああ、こういうことだったんだなって、しみじみと噛み締めたらもうめちゃくちゃ幸せを感じるっていうことなんです。でもそういうふうに考えられなくて、ただ表面だけを永遠と見て、あの人本当に嫌な人だ。何なんだろうって人をずっとジャッジし続けて、
もう本当にムカつくわって、まあ、そうやってですね、負の感情まみれになってイライラしてね、波動を下げて、そうすると今度はこういう自分が今度他者から見たら、あの人なんか嫌だなって思われますよってことなんですよ。だから自分が誰かのことを嫌な人だと思ってるけど、いや自分もそうなっちゃいますよってことなんです。それは負のね感情をずっと抱き続けて、負のねこう思いをずっと持ち続けて、で自分に足るものを知らなくて、不平不満愚痴ばっかり言って、まあ、結局向こう側の人間になっちゃってますよっていうことなんですよ。善と悪がある意味っていうことなんですね。こっちがあるからこっち側がある、両方があるからっていうことなんです。だから気づける、学べる、そしてより良い方向に自分が切り替えられて、人生が良い方向に進んで、もう心が満たされて楽になって幸せを感じられる。いろんな経験があったからこそ、っていうことなんですよね。まあそういうお話でした。ということで、このチャンネルの動画でですね、お話ししている、お伝えしたいこの言葉をっていうことで、絵の横に書いてですね、インテリアとして、使っていただける額をですね、制作してますので、まあ、いろんな言葉をですね、入れてますので、ぜひですね、なんかこう、ビビッとくる言葉をですね、お部屋に飾っていただいて、まあ、ついつい忘れがちだったなってね、思って、あ、そうそうってこう、思い出していただけるようにお役に立ててみてください。で、オーダーもですね、受け付けてますけども、まあ、現在のオーダーの受付としては、既存のね、みんなの方に出品している作品の中からあんまり書き込み量が多くないもののみ受け付けています。そして言葉はですね、皆さんがこういう言葉を横に書いてくださいって言っていただければ、短いね一言でもいいですし、長文でもね今までオーダーを受けてました。たくさんの言葉を書いてくださいっていう方もいらっしゃったんでね、まあ、それも受け付けてますので、ぜひですね、本当にこう私をね動画だけじゃなくて絵の方でもお役に立ててみてください。心込めて一点一点こう原価でですね、手書きで書いてます。印刷物じゃありませんので。そして写真よりですね、やっぱりこう実物の方がね全然いいです。写真はちょっとねなんか暗めに写ったり、なんかこう色がねあんまりこうほんわかね写ってなくて、ちょっとこう暗めに写ったりしてますんで、まあ本当にですねこう実物を手にしていただいてね、飾っていただけたらなと思ってます。そして今までご購入いただいた方のご感想レビューですね、それはですねコミュニティっていう場所のところに随時ですね投稿させていただいてます。今まで本当にですねご感想いただいてありがとうございました。でそしてインスタの方にもねレビューっていうところをまとめてますので、まあ、どちらかで見てみてください。あとですね、アクリル画とかハンドメイド品とかもありますので、まあ、いろいろですね私をお役に立ててみてください。では今回もありがとうございました。